20リットル前後の登山ザックでおすすめ商品はこちら。選ぶときに押さえておきたいポイントを大きく分けて3つ紹介します。今回は初心者向けの登山ザックの選び方とサイズ別でおすすめ商品を紹介します。こんにちは、エルブレス新宿店の藤本です。普段はバック担当をしています。登山ザックは店頭を見るとたくさんの種類があり、何を買えばいいか迷いますよね。そこで選ぶときに押さえておきたいポイントを大きく分けて3つ紹介します。1つ目は目安となる容量を決めましょう。登山ザックは20リットルぐらいのものから40リットル、それ以上まで大小さまざまな大きさがあります。例えば筑波山や高尾山などの低山向けのハイキングのためのザックはこちら。日帰りや山小屋泊までカバーできるザックはこちら。目的に合わせて容量を選びましょう。2つ目はサイズを合わせましょう。登山ザックはしっかりと背負うためにサイズ展開が幅広くあります。主に腰骨から肩までの長さとリュックのここからここまでの長さを合わせることが大事です。フィッティングをしながら自分の体格に合った登山ザックを選びましょう。3つ目、実際に背負って歩いてみましょう。フィッティングをしたら腰や肩などのベルトをしっかりと締めて歩いてみましょう。重りも用意していますので登山に近い状態でお試しいただけます。20リットル前後の登山ザックでおすすめ商品はまず1つ目はこちら、カリマーのコット25です。普段使いでもしやすいデザインと取り外し可能なウエストベルト、トレッキングポールが付けられるループやハイドレーション機能がついてます。また大きな特徴は2機室構造になっているので荷物の出し入れも簡単にできます。20リットル前後のおすすめ商品はこちら、コトパクシベルディアシリーズタラック20です。軽量な作りと背面のメッシュ素材、そして一番のポイントはカラーリングです。リサイクルした生地を使用しているため世界に一つのオンリーワンなカラーが魅力です。次に40リットル前後のおすすめ商品はこちら、オスプレイケストレル38、カイト38です。ケストレルがメンズモデル、カイトがメンズモデルになります。メンズレディースでハーネスの設計が違います。しっかりとした生地なので耐久性もあり、シンプルなデザインで汎用性も高いです。二重と背面が近く安定感のある背負い心地です。各種ポケットやポールキャリアなど収納も充実しています。40リットル前後のおすすめ商品はこちら、ミレーサースフェ30プラス5です。前回よりさらに雨に強くなった撥水耐水生地を使っています。また背面のショルダーヒップ周りには優れたクッション性を備えながら、高い通気性と速乾性によって蒸れを防ぎ通気性抜群です。重心が高く本体を体に近づけられるように設計してあるので優れたフィット感により長時間の歩行でも疲労感を軽減します。今回は初心者の方に向けて登山ザックの選び方とサイズ別おすすめ商品についてポイントを絞って紹介させていただきました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。そして実際に店舗までお越しいただき店頭スタッフにご相談ください。